こんばんは。今日はボートメバルです。頑張ります。来た。いやもう千葉抜け出してここに来るまで1時間40分かかりました。これはそれは一番前から前が一番怖え。ここから乗るの怖えな。前なら雨降って。はい、1年ぶりのメバリングです。今回は3時間だけの短時間勝負。ワンダーで釣りたい。やってもいいかもしれない。はい、しっぺんとか沈むもろであればなるほど。少しカウントダウンしてから5秒ぐらい待ってから行く。沈めるな。やっぱ沈まないです。沈まなくてもね、ちょっと揺れますよ今。4、5回揺れます。あんまり水が良くない。暑い。頑張れ。当たらない。当たらない。あまり揺れるのは良くないからね。そんな僕危ないですね。でも大丈夫です僕。全然全然 OK です。全然 OK です。全然大丈夫大丈夫。ダメか。やられた後って感じじゃなさそう。その角までも流して。はい。風強いから外出てないから他の船はみんな中入ってる。
飲めるし、それあげたら待っててください。来た来た来たって来たって、シーバス楽しい。ちょっと走りましょう。はい、それがいるとこメバルいないって。あー、シーバス釣りたかったな。シーバスも釣りたかったな。いいやん。セイゴちゃんでも。あ、よかった。ね。魚かけたいな。いいじゃない、セイゴちゃんでも。魚かけたいよ。日本のやんちゃな当たりがいた。前出ていました、トラクチャーの前。はい、どうぞ。いいですよ。よっしゃ。お、これはメバルだと思います。おー、いいな。よし、焼き組みすげえ。これは嬉しい。これも投げようかな。私もと思って、お、来た。ちょっとでっかい、でっかいメバルだ。でっかいメバルだ。引き上げて。はい。はい。来た。来た来た。はい、いい感じのメバルが釣れました。やったー。何センチあるかな。25ぐらいあるでしょ。ね、ぴったり。25センチ、やったー。まあまあいい方です。ワンダー、お持ち帰りだよ。すごい可愛くない、この状態が。可愛い。お持ち帰りされちゃう感じが可愛い。マーマーサイズのメバルちゃんが1匹釣れてくれました。今回のテーマその1、ワンダー。ラッキークラフトのワンダーでメバルを釣りたいっていう自分の中のテーマのもと、今回はほとんどワンダー投げ続けたんですけど、それで1匹釣れたので目標を達成ということで、今回活躍してくれたこのラッキークラフトのワンダーなんですけど、で実は中古屋さんで一目惚れして買ったものです。最初は、エリアトラウトに使えるかなと思って買ったんですけど、今回友達にメバリングに1年ぶりに誘われて、あ、これ使えるじゃんと思って、針だけトレブルフックに変えて持ってってみました。で、まあ普段エリアトラウトでラッキークラフトのディープクラピーとかワウとかそういうの投げてよく釣れてるんですけど、まあ今回このワンダーで釣ってみたいなと思ってメバリングで投げてみました。5センチの、まあちょっと小型のルアーなんですけど、よく飛んで使いやすかったです。この色、一目惚れして買ったぐらいなんで、すごくいいカラーだなと思ってるんですけど、よく見るとお腹のところにネットワークメンバーズっていう文字が入っていてですね、調べたらラッキークラフトのネットワーク会員に2015年に配布されたルアーみたいなんですね。
それが中古屋さんにあったのでゲットしてみまして、今回これでメバルが釣れました。やっぱこれで釣りたいっていうルアーで釣れると嬉しいですよね。テーマその2なんですけど、この時期の夜釣りなんで結構寒かったので、まあ寒いことも分かってたので、まず T シャツ姿になることはないだろうとは思ってたんですけれども、こちら中に着てた T シャツなんですけど、メバルの絵が描いてあります。シャンクスのメバリンヒッチハイク T シャツというものなんですけど、メバルの T シャツを着てメバルを釣りたいっていう勝手な、しかもこれ釣り中の動画では全く見えてないっていう中に着てましたっていうお話ですね。そんな、まあ、2つのテーマをクリアして今回のメバル釣り満足いくものになりました。今回行ったメバリングなんですけど、私も今回、全部いつも使ってるバス釣りの道具で、ロッドからリールから、まあラインとかもそうですね、バス釣りでは虫とかやる用の、今回は P0.5 に3ポンドのリーラーを組んでました。もしかしたら普段バス釣りしかやらないよっていう方もこの動画見てくれてるかもしれないんですけれども、海釣りちょっと興味あるなっていう方にはバス釣りと同じ道具でできるので、メバリング手を出しやすい海釣りなんじゃないかなって思ってます。興味がある方はぜひやってみてください。今回は釣れたメバルでアクアパッツァを作ろうと思います。というわけで次回アクアパッツァ編に続く。